すする TV。 ずるずる、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今回の愛知遠征で出てしまった、おそらく今年一の塩ラーメンはこちらです。ドン。 JR 岡崎駅から徒歩10分くらいのところにあります自家製麺公園前さんにお邪魔してます。公園の目の前にあるから公園前というストレートでとても分かりやすい名前ですね。人気メニューは塩そばで、かなりクオリティの高い一杯がいただけるということで、早速行きましょう。レッツゴー。さあ公園前さん、食券です。今回注文したのは塩そば、そしてチャーシュー丼のショー。店主さんのキビキビとした動きに期待しながら待ってるだー。おう、こちらが公園前さんの塩そばとチャーシュー丼ショーです。パヒーン。しっかり揃った麺線に透き通った塩スープ、大変美しい出来栄えです。漂うスープの香りにさらに期待が膨らむぞってことで、いただきます。まずはスープを一口飲んでみると、ちょめー。魚介のあっさりとした風味の出汁に昆布の旨味が奥の方でしっかりと効いていて、あっさりながらたっぷりな旨味で超俺好み。一口目で会員のビジョンが見えちゃうくらい超美味しいスープです。では次に中細麺とご対面して、せーのですすろう。おらーい。つるっとすすれる表面にしっかりコシもあり、ラーメン食ってるなぁとしみじみ思えるもの。これはこち亀の貫数以上に長くすすっていたいバッチリのやつで、さらっとしていて塩だれも存在感ありますが角は立たない絶妙なバランスです。さあ続いてチャーシューを一口で、むひゃーん。味付けはそれほど濃くはなく、肉本来の肉肉しい旨味が味わえる中川や玲子でもなかなか味わえないもの。ほんのり燻製の風味もあり、それがスープに溶け込んでいくのもたまらない良さです。ではそろそろチャーシュー丼のお出まし、とにもかくにも食らってみましょう。おしゃーん。ピリリと辛い白髪ネギに香ばしいタレがかかっていますが、こちらも味付けは肉本来のうまさにお任せといった感じ。激うまスープを間に挟むとよりスピードは加速し、気がつけば本日も大満足で完飲&完食です。大変美味しくすれました。あっさりで重くなく、しかし旨味たっぷりな完飲余裕の一杯でした。それではごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。いやー、公園前さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。あっさりした口当たりの塩スープで、絶妙なバランスの魚介と昆布の旨味が、とにかくたまらないうまさでした。スープを一口飲んだ瞬間にめちゃくちゃうますぎて、一口目からね、もう絶対これは全部飲みそうだなと思えるくらいのスープでしたね。麺も自家製で滑らかな表面でつるっとすすれました。スープとの絡みも大変良好でしたね。チャーシューはほんのり燻製のような風味もあって、これがスープに溶け出して少し味が変わるあの感じもすごく良かったですね。お店の雰囲気、そしてラーメンの味も、どちらもとても素晴らしいお店でした。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、自家製麺公園前さん、公園前のラーメンパークや。はい。